今日正午過ぎ、イニエスタ選手が会見場に姿を見せました。こんにちは皆さん、ずっとここでプレーして引退するつもりでしたが、物事は希望通りにはいかないこともあります。自分の競技での現実とプレーへの情熱を合わせて考えると、ここを去ることがベストだと決断しました。日本に、神戸に、ヴィッセルに来たことは自分の人生の中で最高の決断でした。自分と家族を温かく迎えてくれたこの国に特別な感情を抱いています。これが永遠の別れではありません。この素晴らしい国との関係性はこれからも大事にして定期的に訪れたい。最善の形で日本サッカー界に貢献できるように今後も努めていきたいです。支えてくれた人々に感謝を伝えると、こみ上げるものを抑えきれず、すべての元チームメイト、現在のチームメイト、スタッフの皆さん、いつもリスペクトを持って自分をサポートしてくれて本当にありがとうございます。妻のアンナ、いつも無条件にそばで支えてくれてありがとう。日本で子供が2人増え、一緒に成長しました。君と家族のみんなを愛しているよ。イニエスタ選手、どうぞお受け取りください。イニエスタ選手は現役続行を希望。英雄の今後に注目です。